バイ STG チャンネル、よしとでございます。お久しぶりです。はい、ザ・クルーパート24回目の放送になります。いやー、ほんと久しぶりですね。どのぐらいですかね、1ヶ月ぶりぐらいになりますかね。いや、ほんと放置状態になってましてねいや、ほんとね、楽しみに待っていてくれた皆様ね、結構おりますんでね。いや、ほんとお待たせして申し訳ございませんでした。まあ1ヶ月ね、ここ最近ずっとね、グランツーリスモスポーツの方で忙しくて、なかなかね、お時間取れずにね、ここまでになっちゃったんですけれども、まあようやくね、時間の方も少しずつ取れてきたんで、ザ・クルーの方再開していきます。はい、で前回はですね、イエローストーン国立公園までねやってきました。今回モンタナ州セントメアリーへとね進んでいこうと思います。はい、ではね、早速スタートしていきましょうね。で、そうですね、最初マップ見ちゃうのが早いですけどね、このイエローストーンからね、ずっと北上すると、もうすぐ、セントメアリーの方がね、あります。で、このモンタナ州ってね、結構広いんですよね、確かね。なんか、アメリカの第4位ぐらいに入る。ですよね、面積からしてね、モンタナ州ってね、広いところなんですよね。じゃあこのね、乗っていく車、シボレーですね。シボレーのカマロになりますね。久しぶりにね、走っていきますけれども、車はね、ダートスペックになります。雪道ね、また走っていくような感じになるんでね。どうしてもね、こういった雪道はね、ダートスペックだとかレイドスペックがね、一番走りやすいですね。久しぶりのちょっとね運転になるんで、ちょっと事故が起きないようにね、慎重に行きましょうね。これイエローストーンのねところにあるね、近くの町ですね。いい町並みですよね、ここね。じゃあね、北上していきましょう。いやー、しかしね、久しぶりすぎるんでね、ちょっと運転が怖いですね。ぶつけないようにね、なるべくね。で、いつもはね、そのグランツーリスモスポーツの方でね、やはりそのサーキット場がメインなんでね、どうしてもそのこういったオープンワールドのね、マップを走ることがね、できるっていうのはやっぱりこういったザ・クルーが一番大きなこの特徴の一つですよね。ドライブゲームですからね、もちろん。そのグランツーリスモスポーツ、またプロジェクトカーズ2においてはね、決まったそのサーキット上をね、こう走っていくようなシステムになるんで、自由度はね、がぜんこっちの方が高いんですよね。そのマシンの挙動やら、グラフィックやら、当然ね、このザ・クルーはもう出て結構経ちますんでね、追いついてない部分っていうのはやっぱりどうしても否めないんですけれども、それでもね、やはりグラフィックもね、そこまでひどくはないんでね。本当景観もね、すごくリアルに再現してるんでね、ここら辺は。見ててもね、全然普通に綺麗だなってね思いますけれどもね。
まあ、残りがね、まあ、なんだかんだ話してるともう4キロぐらいになりますけれどもね、まあ、そのさっき言ったまあモンタナ州、まあ、アメリカ第4位のね、面積を誇るこの州なんですけれども、まあ、一番まあ有名なのはそのグレイシア国立公園ですよね、なんといってもね。お、何ですか、ここは。おっと、モーテルがありますね。ちょっと寄ってみましょうか。こう初めて来たな。こんなところあったんだね。おお、とと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 。おお、止まってるね。へえ。いや、ちょっとここはね、知らなかったですね。自分。こんなところあったんだね。前ちょっと横付けしちゃってますけどね。どんな感じなの？ああ、そうですか、そうですか。こんなとこあったんだ。へえ。はい、まあ、ちょっと驚きですね。ちょっと驚きのあまり、ちょっと今、フォトモードで 見ちゃってますけどね。はい、でもいいところだね。よし、じゃあ降りましょう。よいしょ。まあ、こういった無理ができるのもまあ特徴の一つですね。まあ、普通じゃありえないですよ。車壊れちゃいますからね。まあね、このザ・クルー、まあ、このドライブ編もパート24になりましたけれども、まあ、近々ね、その、まあ、完結するであろうニューヨークの方へね、向かって走っていきますけれどもね、もう本当佳境ですね。もう終盤の方になってますんでね。これまで走ってきたルートいっぱいありますけれどもね、まあ、この他にもね、まだ全然回れてないルートって存在しますんでね、存在するっていうか、まあ、行っていけないところはないぐらいのね、まあ、勢いなんでね、勢い？まあそういう感じなんでね。今のオンラインプレイヤーさんがね、走ってましたね。なんでね、もしね、興味のある方はね、ザ・クルー2の方もね、まあ出ます。まあ当然このザ・クルー1もね、今買っても全然遅くないと思うんでね。まだね、ザ・クルー2出るまで3ヶ月ありますよ。4ヶ月か。ね、4ヶ月近くあるんですよね。なんでまだ十分ね、1でも楽しんでいけると思うんでね、そこはおすすめしますけれどもね。で、またディスカウント中であればね、安く手に入りますからね。まあそういった時をね、まあ狙ってね、購入するのも一つの手かなと思いますけどね。ということでね、次回はね、まあ、ニューヨークの方へね、まあ、向けて走っていこうかなと思いますけどね。ではね、もう間もなくゴールですね。もう早いですね。おっとー、ドーン。大事故ですね。はい、じゃあね、もうセントメアリーのね、まあ町まで。もうすぐですね。もうここですね。早いね。まあちょっとホテルがあるんでね、そちらへちょっと寄っていこうか。ね。なんかちょっとお店みたいなものもありますね。ちょっとね、このホテルへ横付け。これ雪だるまがいますね。これ壊せ、なんか作ってるけど、おじさん作ってるの？おお、こういったのもちょっとね、見たことなかったな。こんなのあったんですね。これ壊せるのかな？おお、でも避けるね。もうごめんごめん、せっかく作ってるところ。あっ！ガーン。ひどいことをしてしまいましたね。
まあ、ちょ、まあ、やってしまったものはしょうがないんですけど、ちょっと雪だるまの頭がゴロ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  転がってっちゃってますけどね。まあちょっと申し訳ない。今やっちまったもんはしょうがないんでね。じゃあね、次回のね、まあちょっと頭が気になるな。まあ次回のね、予告をしようかなと思います。で、次回はですね、そうだな、デトロイトの方、まあ随分前なんですけどね、デトロイトの方へ行った時に、まあこのミシガン森林地帯をね、まあ途中でまあシカゴ方面へ曲がってったんですけれども、その先にね、軍事基地があるんですね、米軍のね。で、この軍事基地の方へちょっと向けてね、走っていこうかなというふうに思います。まあ、こっからね、もうセントメアリーからこれニューヨークって言ったら結構な距離あるんでね、こっちのまでね。まあ、東海岸の方もね、結構な距離になっちゃうんで、まあ、途中ね、間、まあ、いろんなところを挟みながら向かっていこうかなというふうに思います。ですね。まあ、このセントメアリーからも、まあまあありますよね。このアメリカのね、この軍事基地までね。なんで、まあのんびりね、走っていこうかなと思います。では、次回の放送、パート25、軍事基地の方までね、向かって走っていこうかなと思いますんでね。またご視聴いただければと思います。ではね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、よければね、チャンネル登録、また高評価の方いただけると幸いです。では、次回の放送でまたお会いしましょう。 YSTG チャンネル、よしとでございました。では、また。